のキラキラクッキング。みなさんこんにちは。こんにちは。今回の動画のテーマはこちらです。レンチンレシピ研究家伝授、冷凍食品アレンジレシピ。はい。初めて訪れてくださった皆さんはどんなコーナーなのよって想像をかきたてられてらっしゃる方々もいらっしゃると思うの。実は初回はちゃんと料理コーナーだったっていうのを。真面目なコーナーだったんですよ。どっからおかしくなっちゃったのかっていうそれでは VTR スタート。キラキラご覧ください。このプルプルのトルコ風水餃子、そして油淋鶏、このような料理がすべて電子レンジだけで、それも10分以内に作ることができるんです。そんなレシピが詰まっているのがこちらの本。洋食や和食、さらに中華まで、なんと100種類以上のレンチンレシピが載っているんです。作者の電子レンジ料理研究家竹村大さん、今主婦はもちろん日頃あまり料理をしない人からも大注目。そんなレンチンレシピに今日は私が挑戦しています。ということで、今日は2品作っていきましょう。材料はこちらです。どこでも手に入る冷凍チャーハン1人前、そして切り餅が1つです。ここでクイズです。スタジオの菱谷さん、この材料でこれから何を作るか分かりますか？5秒以内にお答えください。ちなみに菱谷さんはスタジオのコメンテーターです。これね、ちまきだったよ。確か覚えてらっしゃいます。正解はなんとちまきなんです。すごい。ちまきって自宅で作るとちょっと面倒くさいと感じますよね。でもたったこの2つだけでできちゃうんですよ。ここでレンチンポイント、簡単スピーディー。ちまきは自宅で作ると1時間以上かかるんですけれども、それがあっという間にできちゃうんです。材料は本当に2つだけ。これであのもっちもちのちまきが。さあまずは冷凍チャーハンを耐熱皿の上に平たく伸ばしていきます。こんな感じでよく熱が通るように平たくしていきます。この伸ばす作業ですらちょっとお料理毎日してるみたいな。してますしてます。そして切り餅、これを水にくぐらせます。でこのままこの冷凍チャーハンの上に置きます。とここでラップをふんわりとこうかけていきます。ふんわりと、きつくならないように余裕を持たせて。ねえ、ラップの仕方ね、ぐちゃぐちゃなんですけど。いや、ふんわりかけるのって結構難しくないですか？びしょーってこうだ。もうカメラの前でラップ切るの結構難しいんですよ、ね、ディレクターはやり直さなきゃダメよねこれをレンジの中に入れます。600ワットで3分50秒に設定します。さあ3分50秒でお餅がどれだけ溶けるのか。あ、でもちょっとお餅がなんかへにゃーってなってきました。あ、いい香りも漂ってきました。さあどんな状態なのか、オープン。おお、お餅ちゃんと溶けてる、すごい。それでは急いでこのお餅とチャーハンをかき混ぜていきます。ちまきなのでこのお餅がもち米の代わりになるということですね。もちろん合ってます。ここから一つ一つ握っていきたいと思います。あ、熱いですね。お餅が結構熱持ってますね。あ、ちょっと大きすぎちゃいました、一つがでもちょっとこのこれがかけだかで見えてきましたよ。お料理してないねこんなに大きなちまきある？ね、いっぱい食べたい方もいるじゃないですか、きっと。食べづらいでしょこれ。どのぐらいの大きさだと相手が気持ちよく食べられるかなって考えて作るっていうのも料理のポイントよね。さすが長見さん。あ、今の何それ？さすが、本当にさすが。もち米を混ぜてるような感覚です。弾力があってお米も照りが出てきましたね。どうでしょうか。一品目ちまき完成です。ちょっと大きさのバラバラ感が気になりますねおよそ10分でできちゃいました。簡単ちょっとこの大きさのバラバラ感はない。続いては冷凍唐揚げで作る本格的な
が油淋鶏、ただの唐揚げが激変しちゃいますよ。材料はこちら、冷凍の唐揚げ1袋とご覧の調味料です。はい、間違いないですね。それではまずは下ごしらえから始めていきたいと思います。ネギと生姜とニンニクをみじん切りにしていきます。みじん切りですよね。みじん切り、みじん切りまずじゃあ薄くスライスの感じでカットしていきますね。ちゃんと料理できるんですよ、私できるんですけど、ポッポッポッとはいかないだけで。いや本当に料理教室は行ってたんで料理はできるんです。あの沢井さんね、本当にね料理ができるっていうのをアピールするのよ、随所随所に。でもね、はい、できてない。将来のやっぱ結婚相手候補の方が見てくださってるかもしれないですからね。やっぱ料理できるってことをアピールしとかないと。皆さんそこなんです本当に。もうね沢井志保これでなんか婚活 VTR でも作ってるのかのようなね。あでも婚活 VTR にするのありです。コーナーを公私混同しすぎですからね。あとねあれ今の輪切りね。確かにみじんにしてなかった。みじんじゃないからね。ニンニクを刻んでいきたいと思いますよ。ニンニクは中に芽でしたっけ、取らないといけないんですよね。確か筋になっているところを取らないといけないって料理教室で学んだところです。そうやっぱ活かせてるところは活かせてるんです。臭くて辛いんですね。できてきた。さあ粗みじん入れます。でもちゃんとできてますよね。刻んだニンニクとネギに調味料を合わせていきます。お酢大さじ4杯、砂糖が大さじ3杯、醤油大さじ2杯、ごま油大さじ2杯。もう本当にタレこれだけですもんね。材料を入れていくだけ。これでタレが完成しました。これ一回タレでとか覚えておくと使えるからね。そうなんですよ、うんうん、だから本当に料理は素晴らしい。そうね、はい、それではここでレンジの登場です。メインの冷凍唐揚げは袋に記載されている時間だけ電子レンジで加熱します、うん、これはもう皆さんご存知の通り簡単にできちゃう。唐揚げは自分で作ったことはありますか？唐揚げ自分で揚げたことないんですよ。母親から未だに料理の仕送りが送られてきます。1年経った今でも仕送り、はい、母親がその料理おかずをいろいろ作ってそれを冷凍して送ってくれるんですよ。母親が作る唐揚げは違うんですよね。まあ未だに作ってないんですけれども唐揚げ自分で。うわーそう仕送りも来ます。唐揚げ出来上がりました。あすごいジュワーって音聞こえましたね。仕上げに先ほど作ったタレをかけるだけ、まあ、これはもうねタレ作りの VTR ですね。あいい香り唐揚げだってチンしてるだけですから。あいい香り。冷凍食品恐るべし。じゃん、油淋鶏の完成です。完成しました。いかがですか？中華料理屋さんで出てきてもおかしくないですよね、うん、先ほど作ったちまきと一緒に、ね、いざ実食。そう私が食べてたんですよ最初。ではまずちまきから。すごい、あもっちりしてますね。うん、本当にもち米使ったみたいです。うん、美味しい。お餅が入ったらダメだからね。続いて油淋鶏の方そうなんですよ結局。いただきます。簡単にもち米みたいな。うん、うん、おいしい。これすごい甘すぎずお酢もちょっと効いてますね。野菜の食感もシャキシャキしててレンチンレシピでは思えないくらい本格的な味がしますね。いやこんな時短でおいしいのが作れるんだ。すごいすごいしか出てこないまあ、こんな感じだったんですよ初回は。初回はさ、はい、普通だね。そう普通のもうただただ私が料理研究家の皆さんの料理を真似して作ってるだけっていう。おいおいしすぎるからなのかどこかなんかぎこちないよね。そうなんですよ全ての動作においてね。全て料理もですし、まあ、この撮影の進め方もですし、うん、これでいいのかなって思いながら
まあ、手探りでやってるっていう VTR なんですよね。すっごいいびつなあのちまきだったよね。立ててベチョーベチョーってなってますから、もうね、ベチョー完成です。わかる、ベチョーってなって普通はこうやってトントンって立ってる。ちまきですこれ、ちまきですっていう、そうそうそう、だからちょっと向こう向いてくれる。だからそうですね、こっち、そう、ちまきですっていう感じなの普通はね。でもこの VTR はさ、もう完全にさ、ちまきでーすみたいな、もうこんなになっちゃってるの。初回はね、もうね、何もかもが手探りで、はい、まあ、沢井さん自身も料理コーナー初めてだし、そうですね、はい、あとディレクターも男の子で初めてだしみたいな。そうそうそうなんですよ、全てが初めての人たちでやったから。ただ一つ言えることは、ちゃんとしたレシピを先生の本見てやってますから、味に間違いはないっていう。そうなんですよ、これだから皆さん、あの主婦の方々が作ったら間違いなく見た目も綺麗な料理が出来上がるんですよ、うん、でもそれをちょっと私が作ってしまったことによって、まあこういったちまきでーすになっちゃったっていうのがちょっとまあ残念なんです。ちょっとだらしのないちまきになってるわよね。本当に簡単ですよね、まあ、電子レンジだけでできる、火を使わないっていうのはまあ一番の肝ですよね、この回は、ね、そしてご注目は初回の電子レンジの扱いね。これ後ほど多分回を重ねることに出てくると思いますけれども、初回の電子レンジはこんな感じです。それがまあどう変わっていくのか。まあそうです、はい、そうですね。物足りなさ感じてる自分がいるわ。私もこう見てて、私やらなくて大丈夫かな、これで大丈夫なのかなって思いながら見てるんですけど、ね、ここからちょっと味が濃くなっていきます。味付けが、癖がやっぱね出てくるかもしれないですね。やっぱりいろいろとね入ってきますよね。じゃあこれから今後の注目ポイントは電子レンジです。電子レンジを前にした沢井がどのように変わっていくのか、まあ、そこが一番の見どころかなと思います。キラキラ、少しでもいいなと思ってくださった方は高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。